Twitter、インスタ、TikTok、YouTube 毎日やりすぎてデスクワークで頭痛肩こりひどかったから、この動画1週間やったらその結果こちら。やばくない？まずは肘を90度に曲げて閉じる、グッと胸を張る、手と肘をつける、ふう、繰り返していきましょう。しっかり胸を開いて、しっかり手のひらと肘をつける、これを繰り返していきます。ふう、呼吸は止めないようにして、ゆっくり大きく普段動かさない範囲まで動かしていきましょう。ふう、OK。 次、手を後頭部で組みます。そのままちょっと丸めたら、ぐっと胸を張る。ふう、胸を張るときに肩甲骨ぐっと寄せる。ふう、背中の筋肉を使うイメージです。ふう、ぐーっと胸を張る。ふう、腰をね、反らせすぎて痛くならないようにしましょう。ふう、肩甲骨寄る感じあれば OK。 よし、 OK。 そのまま後頭部で組んだまま左右にねじる。ふう、ふう、なるべく胸を張っておく。ふう、ふう、グッと、ふう、きつい。ふう、呼吸は止めないで頑張りましょう。ふう、きつい。ふう、ふう、胸張ってなるべく姿勢正して、ふう、しっかり左右にねじる。ふう、ふう、ふう、 OK。 そしたら次は右手を斜め上に上げる、左手を斜め上に上げる。ふう、繰り返していきましょう。上げた時に脇の下、脇腹伸びれば OK です。ふう、なるべく指先を遠くにぐーっと伸ばすイメージ。ふう、肩腰痛みある方は痛みない範囲で行っていきましょう。ふう、しっかり限界まで伸ばす。ふう、限界まで伸ばす。ふう、これ伸ばす方向はね、自分が脇腹、脇の下伸びる方向でいいです。真横でもいいし、ちょっと斜め前でもいいです。ふう、呼吸は止めない OK。 次は肘90度、こんな感じに曲げたら、前に倒す、上に上げる。ふう、見えますか？ふう、ゆっくりでいいですよ。これ痛みある方、痛みない範囲で行いましょう。ふう、呼吸は止めない。なるべくね、ぐっと胸張っておきましょう。ふう、これね、四十肩気味の方とか肩こりの方、変な痛みあるかもしれないので、痛みある方はね、絶対痛みがない範囲で行っていきましょう。ふう、ふう、呼吸を止めないで頑張って。ふう、オッケー。よし、次は右手で左肩ぐっと掴みます。そのまま胸をぐっと開く。左の肩ぐっと掴む、胸を開く。ふう、繰り返す。左にねじって右にねじる。ふう、きつい。ふう、きつい。ここをね、ぐっと掴むイメージ。ふう、きつい。ふう、なるべくゆっくり大きくねじる。ふう、上半身きつい方、左手床ついちゃっても大丈夫です。ふう、ぐっと。ふう、よし、頑張って。次、逆いきます。左手で右肩つかむ、左にねじる。ふう、きつい。ふう、きつい。右手床ついてもいいです。ふう、ぐっと丸めて広げる。ふう、普段動かさない範囲まで動かすことが目的です。皆さん、ついてきてますか？結構ね、いろんな種目あってきついので、途中でサボってもいいですし、一種目飛ばしてもいいです。もしくはね、再生速度を早め 1.25 倍とかにすると、だいぶ楽になります。逆に頑張れる人はね、0.75 倍遅めにすると、よりきつくなります。OK。次、肩回しです。手を肩にこんな感じで添えて、大きく後ろ回しですね。これはポイントは、ゆっくり大きく普段動かさない範囲まで動かすこと。こうやって肘を限界まで上げて、肩甲骨しっかり寄せる。ぐっと胸を張る。肘を限界まで上げて、これもね、肩痛みがある方は痛みがない範囲で行っていきましょう。呼吸は止めないで、ゆっくり普段動かさない範囲まで大きく動かしていきましょう。 OK。 次、肩のストレッチ、ここです。左手をこっち持ってきて、右手でこんな感じで押さえます。こっちにぐーっと体ねじって、顔は左向く。ここ伸びれば OK です。この肩がね、こうやって上がっちゃうと伸びないから、ちょっと下げると伸びてくると思います。肩がね、上がらないようにちょっと下げてあげましょう。この辺がね、結論伸びてれば OK です。いまいち伸びないよって方は、
右手で左の手首ぐーっと引っ張ったりとか、もうちょっと左向いたりとかしてね、この辺が伸びる位置探してみましょう。 OK、 次逆です。右手を横、左手をぐっと、ここ伸びれば OK。 伸びますか？肩上がっちゃうと伸びないですからね、なるべく肩をぐっと下げておきましょう。ここね、三角筋って言って、肩周りで一番体積が大きい筋肉なんですね。だからこうやってパソコンしたり自転車こいでればいいんだけど、すごいね、肩こりの人ってこうやって肘が上がったままこうやってパソコンしたりとか自転車乗ったりするから、すごい硬くなりやすいんです。OK、 次パンチです。マヤコリパンチ、交互、肘をしっかり伸ばしきる。僕も汗だくです、もう。こうね、撮影の時はクーラー入れるとクーラーの音がね入っちゃうから、いつもクーラー切ってめちゃめちゃ暑い部屋の中で撮影してるので汗だくになります。皆さんはね、エアコン効いた部屋の中でももちろんいいです。前もね、エアコン切った方がいいですかって質問来たんですけど、もちろんね、切った方がいいんだけど、精神的にきついと思うのでエアコンつけてていいと思いますよ。OK、 次はですね、後ろにこんな感じで手を伸ばします。で、グッと上げる。こんな感じです。なるべくグッと胸張ってね、こう肩甲骨がグッと寄ってる感じありますかね。あとは二の腕、背中力入ってれば OK。 こんな感じで腕を上げる。なるべく姿勢垂らす。呼吸は止めないようにしましょう。きつい。これ、この次の種目もね、この体勢のままいきますよ。胸張って、なるべく肩甲骨寄せておく。いきますよ。次はこのまま拍手するイメージ。きつい。きつい。なるべくね、肘伸ばしたままの方がいいんですけど、僕も硬くて結構きついので、で、拍手できない人は拍手するイメージでいいです。僕もこんな感じで届かないので、こういうイメージ。余裕だよって人はね、胸張って肩甲骨寄せて拍手しましょう。きつい。頑張って頑張って。だいたいこれで半分ぐらい終わったかな。呼吸止めないようにして、なるべく胸張って、次休憩ストレッチ。 OK、 これよくあるやつですね。左手で、右手で左肘持ちます。こんな感じ。脇の下、脇腹伸びれば OK。 で、いまいち伸びない方はね、左手を右肩甲骨こうやって触っておくとより伸びてきます。脇の下、脇腹、二の腕伸びてれば OK。 ちょっと体倒してもいいと思います。呼吸は止めないように頑張っていきましょう。 OK、 次逆です。右手を上げて左手で右肘を持ちます。右の脇腹、脇の下、二の腕伸びてれば OK。伸びない方は右手で左の肩甲骨こんな感じで触っておきましょう。呼吸はね、止めないように意識をして、あんまり肩も変な力入りすぎないようにしましょう。二の腕、脇の下、脇腹伸びてますか？OK、 次はね、手を横に広げて手のひら上向ける、下向ける。繰り返していきましょう。これね、地味そうなんだけど、結構二の腕にきます。で、もしきつかったら手下げてもいいです、こうやって。余裕があればちゃんとこうやって上げたままやってほしいんですが、あとね、肩硬い方、これだけでも肩に痛み出ちゃうかもしれないので、痛みはね、ない範囲で行っていきましょう。しっかり開く。呼吸は止めない。OK。次は、手のひら上向けて、こんな感じ。開く。開く。しっかり胸開く。閉じる。胸開く。これもきつい人、こうやって低い位置でももちろん OK。ぐっとね、胸張って手を後ろまでやることが大切。呼吸は止めないように頑張りましょう。頑張って頑張って。
張って、ラスト1回、OK。そしたら次は、右手、右肘、床について、左手を万歳しましょう。ふう、左の脇腹、脇の下、この辺伸びてれば OK。で、手をなるべく遠くにぐーっと伸ばしてほしいんですが、真横に倒してもいいし、斜め前に倒しても OK です。でね、これ、二の腕の動画なのに、なんで脇腹、脇の下、さっきから伸ばしてるかっていうと、上腕三頭筋、二の腕の筋肉って、実は肩甲骨からついてるんですよね。だから、肩甲骨こうやってぐっと手を上げると動くので、これで、二の腕伸びます。OK。逆行きましょう。左手、左肘床ついて、右手万歳、脇の下、脇腹伸びます。そう、これでね、脇の下伸びてるってことは、こう、肩甲骨から二の腕にかけてついてる上腕三頭筋が伸びてるっていう証です。ふぅ。ふぅ。呼吸止めないようにしましょう。ふぅ。余裕があればね、遠くに向かって手をぐーっと伸ばす。きついな。ふぅ。これが休憩ストレッチなので、この次からまた動きますよ。よし、OK。頭の上で、タッチ。ふぅ。タッチ。ふぅ。と。これね、なるべく頭の真上でできたらいいと思うんですが、肩に痛みがある方は、これでももちろん、OK。極端な話、これでもいいですよ。ふっと。ふぅ。ただね、余裕がある人は頭の真上。ふぅ。ただ肩、痛みがある方、痛みない範囲で行いましょう。ふぅ。万歳。呼吸は止めない。頑張って。頑張って頑張って。よっしゃ、オッケー。次はね、手のひらを後ろ向けて、ぐっと胸開く。胸開く。こんな感じ。手のひらは後ろ向けておく。で、これ狭くてできないよって方いたらね、ちょっと、例えば、こういうのでもいいです。これでも OK。できる方はね、手のひら、じゃない、肘伸ばして、後ろで、ふぅ、しっかり、頑張って、ふぅ、手のひら真後ろ向けてくださいね。ふぅ、この次、結構ね、二の腕使ったので、二の腕マッサージ。まぁ、ちょっと休憩の種目ですね。ふぅ、頑張って、OK。じゃあ、左手で、右の二の腕マッサージしていきましょう。これね、まあ、こんな感じで、そんな深く考えずにね、二の腕全体こうやって揉みほぐしていきましょう。ふぅ、こうやってね、手下げた状態でもいいし、楽な体勢作ってね、左手で右の二の腕マッサージしていきましょう。で、特にね、この関節のあたり、すごい硬くなりやすいから、関節のあたりもね、しっかりほぐしていきましょう。ふぅ。呼吸止めないようにしてね、あんまり肩、力入りすぎないようにしましょう。ふぅ。オッケー。次逆です。右手で左の二の腕マッサージしていきましょう。これもね、痛気持ちいいぐらいで、やっぱりね、足のマッサージとかも、僕がこう、あざにならないように優しくって言ってるんですけど、それでもやっぱね、あざになっちゃうっていう結構女性化が多いので、本当にね、優しく痛気持ちいいぐらいでいいですよ。呼吸とぐらいで、肩もあんまり力入れないでね、頑張りましょう。二の腕ってね、筋力不足だったりもするんですけど、硬かったりもするので、ストレッチとね、使うこと、両方大切です。オッケー、次はね、手を組んで、頭の後ろにぐっと、伸ばしきる。ふぅ。しっかり伸ばしきる。ぐっと。これもね、肩、痛みある方、痛みない範囲で行っていきましょう。ふぅ。しっかり曲げきる。伸ばしきる。手は組んでます。ふぅ。曲げきって、伸ばしきって。呼吸は止めないように頑張りましょう。ふぅ。ふぅ。で、きつい方、これぐらいでもいいです。こうやってね、前でも OK。ふぅ、しっかり曲げ切る、伸ばし切る、曲げ切る、伸ばし切る、OK。最後はね、新技です。ふぅ、右肘と手、床について、こんな感じ、左の脇腹、脇の下、さっきみたいに伸ばしてるんですが、このままね、右腕、ぐっと伸ばし切る。右腕だけ、腕立てって感じ。ふぅ、左の脇腹、脇の下伸ばしながら、右のね、二の腕、使ってます。これ右手つく位置、斜め前でも、後ろでもいいです。やりやすい位置自分で探しましょう。ふぅ。きつい。きつい。オッケー。
逆いきましょう。左手で床ついて、右手万歳、右の脇の下、脇腹伸ばしたまま、左肘伸ばす、ふう伸ばす、ふう、これでおしまいです。皆さんどうでしたでしょうか。やっぱり海外バージョンなんで結構きついと思うんですけど、めちゃめちゃ結果出るので、二の腕ね、本気出せたい人は習慣化してもらえればと思います。で、あと二の腕痩せに必要な動きは他にもいくつかあるので、余裕がある方はね、概要欄にそれ貼っておくので、この後続けてやってみていただければと思います。あとツイッター、インスタもやってるので、ぜひフォローお願いします。オッケー、今日もお疲れ様でした。よく頑張りました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。